この時代に生きる子どもたちはあらゆることに敏感に応答し多大な可能性を秘めていますが同時に iPhone などたくさんのメディア機器が常にある中でさまざまなところから常に多くの影響を受けながら生活しています今日の子どもたちが受けているインプットは昔とはかなり違ってきています昔は子どもたちは自分たちの両親とかおじいちゃん おばあちゃんから影響を受けていまし,たしかし社会が発展し1800年代からの町の生活が始まり子どもたちのインプットの受け取り方に変化が起こり始めましたしかし今の時代の子どもたちの情報源はさらに変化しています一日7時間以上スマートフォンにへばりついて生活している子どもたちもいます そしてそれらはさまざまな価値観やメッセージを発しています。子どもたちは今までとは全く違う特有な時代の中で成長しているのです。今は新しい時代です。ただ、課題も多い時代であり、同時にたくさんの機会も与えられているのです。テクノロジーは子どもたちを神様から引き離してしまうこともできます。同時に今日の子供たちを 神の宣教のために立て上げるツールとして用いることもできるのです最近は子供のための視聴覚教材がたくさん出ています例えばイエスの物語アクションバイブルとも呼ばれていますがデイビッド・クックによって発行されましたそれが特有であると言える理由は文章表現が素晴らしいのですが文字の量は多すぎません子供たちが引きつけられるような でありながら聖書を忠実に再現していますまた私は CBN のスーパーブックも広く用いられていくスーパーツールになると思いますこれは聖書の創世記の部分から始まりますストーリーには多くの偉大な人物が出てきますグラフィックアートもとても素晴らしいですこの番組は子どもたちの育成に大いに貢献していくと思います現代の子どもたちの前には チャレンジとチャンスとの両方があります神様はそこに私たちを呼んでいるのですこの若い世代に私はフォーカスを置きエネルギーを注ぎキリストの体にも積極的な参加を呼びかけていきたいと願っています